パンチングマシンで骨折ってやつ見ましたよ俺この前あれはもう黒歴史ですらないじよねあれはおもろかったっすよあれ黒歴史はではないけどねあーそうっすね僕高校生の時、うん、入学初日にクラス中の女子に惚れんなよって言ってもありました <laughs> <laughs> いじめられました <laughs> そんな特急あるのかや。いじめ、いじめられた <laughs> いじめられましたもう <laughs> <laughs> 全歯科と卒業まで <laughs> えぐいね持ってるね男友達はめっちゃ増えたまあその根性は男は大好きだろうね <laughs> その根性は好きになるわなもともと俺モバゲーユーザーだったんだけど、うん、はい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 ,はい、はい、モバゲーでアカウントでアバターを全身黒の羽生えてるアバターにしてあーなんか想像つきますね「万事星ピコ万事星」だったわ。<laughs> <laughs> <laughs> ババケケモンバケモンだ <laughs> 一目で見てだだったの俺だからバイト代とかをそうモバゲーにつぎ込んでガチャみたいなの弾けんだよで黒アバター弾けるまで頑張って弾いて掲示板とかで生きてた俺1 <laughs> <laughs> 中二秒に命かけてんのか,ら <laughs> だからなんか黒歴史って積み重なりすぎるとなんかバグってきて感覚が。 はい、普通の感覚だと黒歴史じみていことが黒歴史じゃなくなってくるしね。なこう聞かれます。それはパッとし、ねまあ、そ,うそうもう外人しか愛せなくなる動画ですに対して対抗して日本人も愛してほしいってい動画があれは黒歴史ではないからでもこれはおもろい,っすかいです。見て見て。スタンミピコンチャはい、始まりまし6か月で。 21歳ぐらいだろ、それ。俺、今27で。お前、バロラント以外になんかやんの他にゲーム。もともとやってたゲームは。バロラント以外に。レインボーシックスやってました。あと、バトルゲーム。おーそうか。だから、ケンキボーイがファンなのか。そう,そうそう。でも僕、PC ゲーで、初めて競技的にやり始めたのが BF4 なんで。あ、そうなんだ。で、僕、書くっていうやつのキッズだったんですけど。 おあ、もしかしたらだから見てるかもしんない、本当に。じゃあ知って、<え>デトネーションキッズだったんで。まあ本当あれだな、お間違やそれが黒歴史だよ。隠れキッて <laughs> <笑><笑>まだ俺だってこの前のあのバロランとの大会とかで、うん、話したもん。はいはい。あいつとまだ繋がりあるよ。ずーっと。ああすげえ。P.F. 時代に係あるやつはもういないっす。 自衛隊とか入りましたハさあミリタリーゲームだもんねあれなうん結構そういう人多いですマジでバトルフィールドってやっぱりさいいとこ入ってる人多いよねなんかガッチガチのニートみたいなのがなかなかおらんくてまずパソコンが高いの必要な,ニート買えないそう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 うん人数が高いあのゲームは <laughs> 平均でないとこ高いしね高いですねめちゃくちゃだから僕そういわけだったんで,で周りが大人なんでやりたい放題やってて <laughs> 俺もそんな感じだって俺平均年齢25歳ぐらいのクランに高校生の時入ったから、うん、う俺のスタンミジャパンのジャパンもでもそれちょっと特例でうちのクランの代表が、はい、あのニートだったんだよ。<laughs> ニート納得できてる。いろんな人がいるのめちゃめちゃあのなんか30歳で会社経営しててみたいななんか梨農園やっててみたいな。 なんかそういういすごい質のいいのい,い,いい社会人たちが集まってるクランの長がギークボーイジャパンっていう <laughs> <laughs> 30歳のおっさんだったの <laughs> で高校生の俺はそのギークボーイジャパンのカリスマ力にすごい惹かれちゃって、はい、でそっから俺はジャパンを取ったんだよね <laughs> そっからのスタメージャパンだから <laughs> 今も残ってるとそうだよでもその人は段 <laughs>、はい、ボールの上に モニターを置いて <laughs> でお母さんのの声が入るのクラン戦してると <laughs> それでも俺は好きだったんだそれでも俺はその人のことが好きだったのおおでついにその人が就職をしますってなってでクランが副クラン長のその経営者の人に変わっていってクランも経営していったんだけどその経営者の力がありすぎて、うん、このクランは解散した方がいいっていう判断になって経営者の <laughs>。 <laughs> 経営力が強すぎてそういう判断になったあこのクランはもう人にとってマイナスだってなってクランが解体された DF <laughs> <laughs> でそんなことそんなおもろいこと起きてるのに知らなかったさようならした話で <laughs> でもカリスマ力あったんですもんねニートとはゆえそのその人はカリスマ力あったねったっその人はカリスマあった <laughs> なんかしんないけど説得力があるんだよね <laughs> だから普通になんか生きてて就職すると思うんだけどニートのまんま30歳になれた経験って普通のニートじゃないんだよね多分ああ<ー>、うん、か,かプレッシャーに対する、ね、え続ける<に>持ちえない才能を持ってないと30割ニートってできないだろうからそこに俺惹かれちゃって <laughs> <laughs> ね俺も30までニートしたら尊敬してくださいね <laughs> だお前そのネオニートの方はそのかじってはいるけど騙してはないからね、はい、お前はおばあちゃんを騙してるやん騙してないっすよお前なんて言っておばあちゃんからお金もらってんだ「ちょうだい」って言ってちょうだい俺はそこはもうその俺になんかそのさ慕ってくれる後輩みたいなのができたらずっと言ってこうと思っててちゃんとおばあちゃんは騙すなよって。<laughs> 俺はおばあちゃんをさ <laughs> 騙しちゃったからだから俺がそのニートやってた時に PS3 でバトルフィードやってて PS3 のバトルフィードって24人対戦なんだよねうううんんそでプレイ動画みたいなの見たらなんか64人でやってんのよえパソコンならできんだと思って <laughs> どうしても俺はパソコンが欲しかったの俺はだからおばあちゃんにおばあちゃん俺ねもうニートやめようと思う ね、パソコンを買ったらこの箱みたいなのを買ったらアフィリエイトって言って <laughs> <laughs> アフィリエイトって言ってあのお金儲けができるんだよ、ね、<ー>バ,バイナリーオプションって言ってそのなんかそういう <laughs>「うさくせー10万円するんだけど俺ニット脱却するからパソコン買って」って言って買ってもらった <laughs> <laughs> そっから何年ニット続いたんですかそっっから2年ずっとえ2 <laughs> 2年プラスバイトしながら2年かな4年そのパソコンで戦ったの俺4年だいぶ持ちましたねだいぶ持っただいぶ戦ったから <laughs> <laughs> 講師やったんですよ、ね、でもねああそうねプールの講師やってたねプール残してめっちゃ悪いんだよ時給お前 <laughs> ビビると思う聞いたらいくらですか1700円ええー、っマジでいや僕ね僕ついへ6年間やって泳げないっすよ ななんんんでそんなもらってんすか <そう S 1> ふざけんなよマジで <laughs> だからお前も6年間習って俺みたいなバイトに当たっちゃったんだお前は <laughs> そのさガキンちゃんからってさ大人なんてさとか小1の時に小6見たらさめちゃめちゃでかく見えるじゃんもうさ普通の大人なんて見たらさ全員もう神の領域じゃんバイトかどうかなんてもう見分けつかないわけよそう,そう,そう,うん なお前は実は、そう実は教えてくれてた人バイトだったらしい。<laughs> いやでもバイトでも俺だからみんな目を開けられたけよ俺。<laughs> 泳げるようになったし。<laughs> 沈んだりできるんですよ。前に進まないんす。あ、その,あの漫画みたいになんだ。<laughs> 本当に。すごいね。<laughs> すごいねって何。い,ね、<laughs> いやなかなかいないもん。いないもんね。それ才能だよ。<laughs> どこに行かせって言うんだこれは。だからあれだよなんかそのさ海の深くまで行く競技してるどこまで深く行けるかみたいな。はい。競技あるんだ。息止めて。そう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 。あれだよ。 お前の転職は <laughs> だ,からだからお前がお前がそのもうグダメだ俺2位とやめるってなったらあの競技に飛び込むしかない、ね、<laughs> 帰ってこれねえって海に行ったままだから行って1回だけのチャレンジやん <laughs> 1>, <laughs> 1回だけチャレンジしてでそのままそのダイバーさんにあげてもらってブラックアウトしなかったらお前の勝ち <laughs> ラストダイバー生ニ2位とやってそこで人生かけなきゃいけねえんだよ俺